宮古カナヘビは、爬虫高有人目カナヘビ科カナヘビ族に分類されるトカゲである。日本固有種かつては沖縄本島等に分布する青カナヘビと同一種であると考えられてきたが、1996年に新種であることが判明し、宮古カナヘビと名付けられた。通説では、宮古列島は約40万年前まで海進により水没していたとされるが、 本種はそれよりも古い種であると考えられており、地子学上の通説と整合しない。また、本種は、近隣の沖縄本島等に分布する、青ヘビや八重山列島に分布する、先島カナヘビとは、系統的に異なり、台湾に分布するスタイネガーヘビや中国南部に分布する、北カナヘビと、系統的に近いとされる。全長16から22センチメートル。 雌雄とも3 0トルまで成長するともされる。東道町4.5から6トル体色は緑色だが、泡褐色がかる個体もいる。体側面に筋模様は入らない。陰頭板は3体。草原に生息するが、林縁、農耕地周辺の低木、民家の緑地にも生息する。中高生。冬眠はしないが、冬季は不活発になる。 主に昆虫、クモなどを食べる。繁殖様式は卵生。1回に2個の卵を年に数回に分けて産む。卵は1ヶ月で孵化する。孵化した翌年には生成熟し、寿命は不明だが、生成熟した翌年以降も生存し、繁殖を行う。方言名はクースファイア。土地開発、農薬による影響、人為的に移入されたインドクジャクや、 日本イタチによる捕食などにより生息数は激減している。ペット用の乱獲による生息数の減少も懸念されている。2016年に国内気象野生動植物種に指定され、卵も含め捕獲、譲渡などが原則禁止されている。2017年現在沖縄県レッドリストでは絶滅危惧アイビーと判定されている。また、2019年6月11日には、 沖縄県の天然記念物に指定されている絶滅危惧アイ類、ありがとうございます。